さっきの。ああ、そっちね、そっちの。そっちのネタはダメです。絶対ダメです。始まってる？ああ、こんにちは、加藤です。ウルトラできる、歌わせていただきました。はい。もう思いっきり個人的な感想なんですけども、はい、私にすごく向いてるかなって思えるぐらい。はい。まずですね、おすすめのポイントはですね、そんなにこう、なんだろう、ヘッドが走らない方でも、ボールは、強く打てます。例えばですね、いわゆる魔法のラケット、なんて言ったらいいのかな、なんて言ったらいいですかね、大きい面のね、ラケット、大きい面のラケット、使われてる方が、ちょっとやっぱしっかりボール打っていきたいなっていう時は、すごくおすすめです。あと、僕とかもそうですけど、下川選手とかね、新コーチとかね、あそこら辺にね、憧れて、こうね、競技者スペックのラケットを使うんだけども、実際の試合になると触れなくなるって時に、これあとは万能だと思います。はい。でもレッスンでこうしっかり打っていく時はこれがすごく打ちやすかったです。で、あとアルパワーラグですね。あ、じゃあアルパワーが苦手の方も、この僕もアルパワーはあんま好きじゃなかったっていうか、こう潰せていけなかったんであれだったんですけど、やっぱりこうすごく性能を生かしてます。だからこう硬い感じっていうか、バン、なんだろう、ボヤンとした感じなくてスパッてした感じで打ってます。はい。そうですね。個人的にあとはこれをおすすめのガットをしていくのであれば、ちょこっとツアーバイトとか、僕の中ではですね、はい、あ、でも意外とポリツアーストライクとかで、ポリツアースピンとかもいいかもしれないです。はい。こういった感じで、はい、すごく性能がいいラケットになってます。お貸しいただいた方ありがとうございました。失礼いたします。